倉林明子君。日本共産党の倉林です。まず冒頭ですね、昨日旧優生保護法裁判で最高裁への上告という判断をされました。本当この長年にわたってですね、国による差別に苦しんできた高齢になった被害者たちを救済できずにいるという状況ですよ。上告はやっぱり断念すべきだった。取り下げを今からでもね、考えるべきだ。上告に対しては断固抗議したいと思います。同時に立法府のこれ責任も問われている問題だと、自覚しなければならないと思っています。救済法についてはですね、その額について1300万円という額も、裁判で下されました。抜本的な法改正の見直しという点でも一歩前に進めていく必要があるということを申し上げておきたいと、表明しておきたいと思います。そこで年金定期便の談合事件について伺います。今月3日、公正取引委員会は年金機構が発注するデータプリントサービスの入札において談合を行っていたと認定。違反事業者26社、排除措置命令、総額17億4000万円余りの課徴金納付命令ということになりました。日本年金機構に対して行われた公取から要請について、その内容のご紹介をお願いしたい。日本年金機構水島理事長。お答えをいたします。まず年金定期便に関しまして、談合が行われたことに関しましては極めて遺憾でございました。強い憤りを感じているところでございます。公正取引委員会から令和4年3月3日付で2点のご要請がございました。まず1点目は、今後談合情報に接した場合には日本年金機構の発注担当者が適切に公正取引委員会に対して通報修理を、所要の改善を図ること。2点目は、日本年金機構の入札方法について、入札前に入札参加者を把握することができないよう、入札方法の見直しなど、適切な措置を講じること、この2点のご要請をいただいております。これらのご要請事項につきまして、公正取引委員会のご指導を仰ぎながら、適切に対処してまいりたいと考えております。倉林明子委員。いや、極めていかんということだけでいいのかということを思ってるんですね。これ、資料でお付けしました1枚目、2枚目、これが公取で、公取が事件の概要をまとめたポンチ絵になってるんです。先ほど理事長、年金機構の理事長は、その要請内容について説明ありましたけれども、年金機構の2つ目の指摘っていうのはね、年金機構は入札について、入札前に入札参加者が、他の入札参加者を把握できる方法で実施していたと、こういう指摘なんですよね。で、談合を行いやすくさせていたということに対して要請しているということですよね。報道では談合で受注金が決まったのは契約118件だと、少なくとも総額183億円だということで、本当に大きな額になってます。で、認定された談合っていうのは、遅くともなんですよ、遅くとも平成28年5月6日以降だと、それ以前から行われていた可能性はどうかということも検証必要じゃないかと、問題意識はですね、なぜ長期間にわたって談合が繰り返されたのか、そして通報がありながらですよ。なぜ年金機構は談合を見抜けなかったのかと、ここの解明がいると思うんですね。私は第三者による徹底した調査が求められると思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。後藤厚労大臣。日本年金機構において、平成28年に匿名の談合情報により、入札を中止し、事業者のヒアリング等を行ったわけですが、特に談合を疑わせる事実は確認できなかったために、誓約書を提出させた上で、再度入札を実施したものと承知をしています。
しかしながら結果として談合が行われていたということは、極めて遺憾であるというふうに考えております。この事案についてはすでに公正取引委員会が徹底した調査を実施したと受け止めているため、その意見を聞きながら事業者が談合をしにくい環境の整備に取り組むよう日本年金機構をしっかりと指導していきたいというふうに思っております。平林明子、求めてるのはしっかり調査がいるんじゃないかと。その趣旨はですよ、これね、年金機構で談合っていうのは初めての事案じゃないんですよ。2010年にはですね、官製談合事件、逮捕者、職員が逮捕という事案も起こりました。そして1990年代、これは同様の談合事件が発覚しております、こうしたことが繰り返されている組織になっているということは重大だと思ってるんですよ。そういう意味で独立した調査を、年金機構の中じゃなくてね、きちんと独立したところで調査をしっかりかけていく必要があるということを私は申し上げたい。そこで委員長にお諮りしたいと思うんですけれども、これ年金機構が見抜けなかった内部調査というものがあります。談合があったのに、内部調査をしたのに見つけられなかった。この内部調査については、委員会に報告をしていただきたいと思います。協議お願いします。ただいまの件につきましては、合区理事会で協議をいたします。倉林に。年金機構理事長につきましては、ここまでで、質問終わりますので、よろしく。じゃあ理事長、ご退席いただいて構いません。はい、倉林明子君。それでは次はコロナの対策についてです。昨年11月にですね、次の感染拡大に向けた安心確保のための取り組みの全体像が今の内閣で示されました。これ3枚目に資料を入れさせていただいております。ここではですね、感染力が2倍になっても病床は確保できるとの見通しが示されました。そして事実ですね、コロナ病床は確保されて、使用率も 80% を超えているっていうところは一箇所もありません。で、ところがですよ、ところが医療提供体制の逼迫という状況が、都心部、マンボウ地域中心に起こっていると、なんでこういうことになっているのかと、その認識を大臣、お聞かせください。後藤厚労大臣。昨年夏の経験を踏まえまして、全体図に基づきまして、前回ピーク時の 1.3 倍の受け入れ病床を確保したのみならず、自宅宿泊療養者への対応を含めた保健医療提供体制の強化を行っております。で、その上で重症化率は低いが感染力拡大速度が顕著で、高齢者は若年者より重症化する可能性が高く、コロナの症状自体は軽症でも基礎疾患が増悪する可能性があるといった、オミクロン株の特徴を踏まえまして、全体像で整備した保健医療提供体制をしっかり稼働させることを基本として、対策の強化と、そして迅速化を図っております。具体的には、病床確保支援策等450万の転院入院の円滑化、高齢者施設等への医療従事者の派遣、1時間8208円、医療支援の強化、また診療検査医療機関の公表拡充、これは3万のうち7割の公表をもっと増やしていくと、IT 活用を含め、重症化リスクの高い陽性者を中心に、健康観察が適切に行われる体制の確保を進めておりまして、全体像に基づく医療提供体制が事態に対応しきれていないという、ご指摘は必ずしも当たらないのではないかと思っております。倉林明子君。いや、今ね、緊急搬送困難とかですね、退院でできずに、軽症、そして中等症の医療提供体制が逼迫っていう状況はね、大臣の所信表明にもあったんですよ。
なんでそうなってんのかって聞いてるんですよ。対策として頑張ってることについてまで否定する気はないんだけれども、この全体像をやっぱりどう評価してオミクロン株対応で見直していく必要があると思うから質問投げたんですよ。その趣旨をしっかり受け止めて、端的に、答弁をしていただくとありがたいと思います。そこでですね、全体像で入院を必要とするものが確実に入院につなげる体制を整備と、こういう表記だったんです。ところが東京都で1月以降のコロナによる死者3割超える183人が高齢者施設の感染、高齢者施設では入院できないまま、医療にアクセスできないまま亡くなった78人という報道もあります。これ必要な医療につながらずに失われている命がやっぱりあるということだと思うんですよ。これ全体像で対応しきれてないということじゃないか。どうでしょう。これこのまま通告してるはずやけど。後藤厚労大臣。私が先ほどから申し上げたのも、全体像、昨年の11月に作った全体像っていうのは、基本的にはその、まあ、しゃべりにくくなってしまいました。はいはい、わかりました。オミクロン株の特徴に合わせて、全体像の中で、本当に必要な部分について、迅速化して、強化をして、対応してきていると。で、これ、今後もですね、オミクロン株の状況がより判明したり、また新しい状況が生まれてきたときに、それに対応する対応をしっかり取っていきたいと考えています。倉林明君。コロナ病床をこれ確保するためにね、全国でどういうことが起こったかっていうと、やっぱり一般病床を減らして、スタッフもコロナ対応、これ、回らざるを得ないっていうことで、そっちがね、受け入れ力が弱ったんですよね。で、改めてね、これ、日本の医療提供体制、脆弱さを示したと、私は思ってるんです。で、医療提供体制の、今、急にキャパ増やせませんから、じゃあ、どうするのかということで考えますとね、新規感染者数をどう減らすかと、これが最大の課題だと思うんです。そこでクラスターの現状、これ注目すべきだと思います。第6波のクラスターの特徴がよくわかる和歌山県の資料ということが、アドバイザリーボードに示されておりました。これね、4波のクラスターは飲食、カラオケ、イベントですね。資料を出してますよ。で、5波の特徴は、職場関係、そして6波は明らかに変化してですね、高齢者施設、児童関連施設、7割という状況になっております。でね、6波の特徴は、大規模クラスターが発生しているということです。それは下の棒グラフのところを見ていただければ分かります。休業できない高齢者施設、休業すれば子どもたちに学び、影響が出る学校、社会活動にも大きな影響が出てまいりました。第6波のクラスターの全国の発生状況、確認したい。高齢者施設、児童福祉施設、学校教育施設、この発生件数と、全体に占める割合というのを端的に数字で。佐原健康局長。はい、厚生労働省では、自治体のプレスリリースをもとに、同一の場で2人以上の感染者が出たと報道されている事案の件数を集計しております。本年1月4日以降の件数は、8575件となっております。このうち、施設類型ごとの内訳ですが、高齢者福祉施設が2557件で、全体の 29.8%、児童福祉施設が1296件で全体の 15.1%、学校教育施設等が2281件で全体の 26.6% となっております。倉林明君。これ同様の、ね、傾向が第6波、全国でも見られているということだと思います。これね、保健所との連絡が取れた頃にはね、すでにクラスターが発生していると、こういう事案が後を絶たない、これが第6波の大きな特徴だと思います。3月2日のアドバイザリーボードでは、
オミクロン株による感染は、世代時間および潜伏期間が短いという特性を踏まえると、感染レベルが高く、保健所の濃厚接触者の特定に時間を要するような状況では、感染拡大防止効果が限定的となっていると、こういうことから、その対象者などの戦略の検討が必要だという指摘がございます。どんな戦略を検討しているのか。後藤厚労大臣。アドバイザリーボード、2月24日に報告がなされて、3月2日、評価、分析も出ております。でその中では、濃厚接触者の特定と、自宅待機等の求めが、公衆衛生の観点から感染拡大防止を目的としたものであると。しかし、今おっしゃったような、潜伏期間や世代時間が短いことから、感染拡大防止効果が限定的なものとなっていると、そういう指摘でございます。でただ、それについては、高齢者施設の場合など、閉じた環境で場が限定されているような場合は、接触者の確認が迅速に行える場合には、効果が期待できるものとも考えられます。濃厚接触者の待機のあり方については、感染拡大防止効果と、濃厚接触者が働けないことなどによる社会経済活動への影響の両面から検討することが必要だということだと思いますが、この問題については、アドバイザリーボードでも、濃厚接触者の考え方と、それから例えば積極的疫学調査と、どういうふうに感染を手繰っていくのか、どうやって経路を調べていくのか、そういったこととも含めて、事象としてはこういう事象があるという指摘はされましたけれども、十分な検討をしていく必要があるという議論になっています。倉林明子君。保健所のキャパがいっぱいいっぱいで、落ち着かないような状況になっているので、見直しをかけざるを得ないと、これはね、現状から言えば、対応、濃厚接触者の疫学対象者を限定していくとか、そういう方向での見直しって避けられないとは思うんだけどもね、私、本当に必要なのは、要は感染防止、拡大防止対策をどうやって効果を上げていくのかというところの対策、戦略がいると思ってるんですね。いち早く感染者が特定できないという状況があるわけですよ。で、濃厚接触者を広く速やかに、どれだけ早くね、検査かけられていくのかと、これはオミクロン株対応がいるんですよね。で、そういう意味で言うと、感染拡大防止をオミクロン株対応で進めていくにはね、この検査戦略っていうのが、本当に要になってきてるんじゃないかと指摘したい。そこで、検査の状況について確認いたします。現在の検査能力は、PCR 検査、抗原検査、1日最大何件可能になっているのか、実際に実施した検査件数、それぞれどうでしょうか。佐原健康局長。はい、まず検査能力ですけれども、PCR 検査は1日40万件、抗原定量検査は1日8万件、抗原定性検査キットにつきましては、増産について最大限取り組みを行った結果、平均1日あたり約200万回分以上の生産輸入を確保しております。また、直近の検査実施件数、これは2月25日から3月3日までの1週間の暫定値ではありますけれども、PCR 検査は1週間平均で1日あたり約12万件、抗原定量検査は2万件、抗原定性検査は、これ1週間平均ですが、1日あたり約3万件となっております。倉林明子君。ようやくね、PCR が最大で40万件までいくという状況なんだけれども、実際の数、実施できていると、大丈夫？いいですか？実施できているっていう数でいうと、12万件なんですよね。40万分の12万しか機能してないんですよ。でね、抗原検査キットも、これ、200万回分と、定性検査キットでね、200万回分になったということだけど、掴んでる分、掴めてない分もあると思うんですよ。
それでも1日3万件までしかできてないと、こういう到達なんですよね。私で訪問看護の介護のですね、訪問介護の現場で本当に後回しにされてるって言ってね、要望を本当に何度も聞いてるんですけど、検査キット見たことさえないと。現場で陽性者も訪問してるようなホームヘルパーさんたちがそういう声下がってるんです。必要なところにね、回ってないと。ここ本当に問題だと思うんですね。大臣は所信で検査ニーズに応えられるよう全力で取り組むとされましたね。じゃあ聞きます、検査ニーズっていうのはどう把握してますか。後藤厚労大臣。所信表明で検査ニーズに応えられるよう全力で取り組むと確かに申し上げさせていただきました。で、その意味は、有症状者や濃厚接触者をはじめ、検査を必要とする方々が確実に受けられるような体制整備を図っていくという趣旨でございます。そのような検査体制を整備するために、ですから昨年10月に検査計画策定もお願いし、国全体としての検査需要数も見込んだところでございます。一方で、最近感染の急拡大で検査需要が急速に拡大して、薬局等からの大量発注が相次いだ中で、一部の地域で一時的に入手しにくい抗原検査キットの状況が生まれたために、優先供給を行って、増産については最大限の取り組みを行って、一応200万回以上の生産、輸入を確保することで、需給状況は今、相当程度改善している見通しだというふうに考えております。引き続き検査実績や出荷量など、需要に関する状況を把握しながら、必要な方々に対する検査が確実に行われるように、都道府県とも連携して取り組んでまいりたいと思っております。倉林明子君。届いてませんからね。供給で見通しが立ったということと、現場で必要なところにどのぐらい届いているかということは別の話なんですよ。現在届いてないと、そういう危機感を持った取り組みがいると思うんですね。クラスター対策としても検査戦力重要な局面ですよ。全国の高齢者施設等で抗原検査についてね、定性検査、職員入所者にオミクロン株のにふさわしい検査の回数、これはどのぐらいやればね、効果上がると期待できるのか、こういう積み重ねしないとね、必要なニーズの数っていうのが出てこないと思うんですけどね。大臣いかがでしょう。佐原健康副長。今まん延防止等重点措置区域に指定された都道府県では高齢者施設等の従事者等に対してまして、集中的検査、集中的実施計画にお願いしておりまして、その中では、できる限り週に1回程度実施する、すべての対象施設において、週に1回程度実施することが困難である場合であっても、少なくとも2週間に1回程度は実施するということをお願いしているところでございます。やっぱり石垣君。抗原検査1週間に1回でいいのがオミクロン株対応でしょうか。世代間時間って言ってね、本当に短いっていう特徴がはっきりしてきてるのに、それより検査の回数はそのままなんですよ。それでクラスターがバンバン起きてるわけじゃないですか。ここをね、はっきりね、積み上げて出さないとダメだと思いますよ。供給体制の組み方が変わってくるわけですから。それがいつまでたっても出てこないっていうのが、オミクロン株に対応した計画になってないと言いたい。現場じゃね、最新の感染対策続けながら、いつ感染するか、感染させてないか、これもう長期間にわたって続いてるんですよ。ケア労働者がね、安心して働き続けるために、政府が責任を持って、検査の必要数、そしてそれは公費で、しっかり持つという方向を出すべきですよ。全体像が示されて4ヶ月です。検査、ワクチン、医療、これどうしていくのか。オミクロン株の特性を踏まえたものに、私の全体像の見直し、これ必要だと思います。大臣どうでしょう。後藤厚労大臣。
全体像は昨年の夏の経験を踏まえて最悪の事態を想定して全体像についてお示しをしたものですけれども、その後、オミクロン株の特徴の解明に合わせて病床の確保のみならず、どちらかというと全体像は病床の確保中心でした。しかしそれを自宅宿泊療養者への対応を含めた保健医療提供体制全般の強化ということで、さっきちょっと答弁が長いって叱られましたが、いろいろ申し上げたような、そういう新しい対策を講じてきたわけでございます。今後ともオミクロン株の特徴のに合わせて、全体像で整備している体制を、稼働させることを基本としつつ、その特徴に応じて、対策の強化と迅速化を進めていきたいと思っております。倉林明君。現場で今起こっていることはどういうことなのかと、どういうことを届けないといけないのかと、そこを見たらね、全体像では足らんということはっきりしておりますので、見直しを強く求めて、今日は終わります。本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。